kayo. めちゃめちゃ久しぶりのスノボは怖すぎて滑れません。みんな楽しそう。これぐらい滑れたらな。でもね、人生4回目ぐらいのスノボだから、しかも5年ぶりぐらい、全然上達しないね。雪山マジでね、今日は絶対あったかいと思ってたから、服装めっちゃ舐めてた。めっちゃ久々にスノボに来たのに吹雪がやばい。いやー、スノボ難しい。運動神経切れてるからマジでもう一本滑っただけで無理。運動神経ってどうやったら良くなるの？雪まみれ。いやー、もうね、体感がなさすぎますね。ほとんど休憩してるんです。リフトの降り口で降りるのも難しくて苦手。